です、スラップ奏法基本講座2回目ということで、前回のサムピングとゴーソングとのパターンに、ハンマリングを加えた練習フレーズを紹介します。ではどうぞ。まず人差し指をこう語源からこんな感じでミュートした状態にしておいて、残りの指でこう弦に軽く触った状態にします。でまずは右手のゴーストノートから入ります。でゴーストノート、サムピング、で左手のゴーストノートで、ハンマリングの部分なんですけども、まずは、6弦をサムピングで、ハンマリングで、次は5弦をサムピングで、ハンマリングで、ゆっくりやると、こんな感じになります。